もし家のことが好きでないとか、そんなこと考えたことがないという人はね、今回の動画本当に必見だと思います。今回のこの話を実践するとですね、本当に運気がね、ぐんぐん上がると私は確信しています。こんにちは、矢野慶三です。幸運スマイチャンネルへようこそ。ところでね、この動画が公開される日にですね、ちょうどアメリカのサンディエゴに行ってるんですけども、もしかしたらある方の家を大紹介できるかもということでね、ちょっと予告的に言っておきます。もしね、ダメだったらね、旬として帰ってきますけども、公開できるようだったらまたね、お知らせしようと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、今回のテーマ行きましょう。今回はね、家を好きになって運気を最大限高める5つのコツって話をしたいというふうに思います。どうでしょう、家が嫌いな人ってね、一定数いるんじゃないかなというふうに思うんですけど、本当ね、これね、家が嫌いな人はですね、残念ながら運気を上げるっていうのは限りなく難しくなるっていうことを知っておいてほしいなっていうふうに思うんですよね。これ理由があってですね、例えば嫌いな場所に住むっていうのはですね、いやいやながら住んでいるという意味でも、牢獄に入ってるのと同じぐらいね、パワーダウンしやすいっていうことが起こったり、するんですよね。そしてね、例えばそういう家に住んでいるとですね、例えば片付けなんかをね、一生懸命しても、嫌いな家の場合ですね、何度やっても、ね、これリバウンドするっていうことが起こるんですよね。なのでね、私は片付けの根本は家を好きになることだっていうふうには思ってるんですけども、嫌いな家の場合は本当にね、なかなか片付かない、どんどんリバウンドして逆にどんどん汚くなる傾向があります。そういったことも含めてですね、まあ、家を好きになることっていうのは、まあ、最優先事項なんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、そういった中でですね、まあ、今回のこの動画を見ていただいたら、家をね、好きになるための5つのコツがね、手に入りますので、最後までご覧ください。そして動画の一番最後にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますので、お楽しみに。そしてね、各種プレゼントね、概要欄の方にね、リンク先ありますので、よかったらね、プレゼントゲットしてみてください。よろしくお願いします。それではまずその1からいきましょう。その1でね、知っていただきたい、感じていただきたいのは、まずどれぐらい家が好きですかっていう質問に対して考えてほしいんですよね。というのもですね、例えば家が大嫌いっていう人からあまり好きでない、そしてね、考えたことがないという人もね、結構いるんですけども、そして最後に家が好き、もうこの家が好きという人はね、今回の動画見なくてもいいかもわかりませんが、逆にね、この上の家が大嫌い、あんまり好きじゃない、考えたことがないっていう人たちはね、しっかりとね、見ていってほしいんですけども、というのもね、これね、まず家に対して感覚がね、人によって全然違うという側面もあるので、まずですね、自分がどういうレベルで家が嫌いなのかっていうことをしっかりとね、見定めてほしいんですよね。さっきも言いましたけども、家が好きっていう人以外はですね、家が嫌いというエネルギーに引っ張られている状況だというふうにして認識してほしいと。いうふうに思うんですよね。そして、ね、さっきの中でも特にね、考えたことがないという人は別に嫌いじゃないと思ってるかもわかりませんが、これね、そうじゃなくてですね、家に無関心という意味でですね、これ家が嫌いというゾーンに入ってくるというふうに思ってほしいんです。なのでね、家に無関心な人はまずね、関心を持ってあげて、家がね、好きになる方向に自分のベクトルを向けてあげる必要がとっても必要になるのでですね、家が嫌いとかあまり好きじゃない、そして家の好き嫌い考えたことがないという人は、ね、この動画をね、しっかりとね、ご覧いただけたらというふうに思います。それではですね、具体的にその2としてお伝えするのが、家の中の好きを増やすコツって話もね、したいというふうに思います。これね、まずね、好きになるポイントっていうのは、まず一箇所の家の中で一箇所ね、ここを好きになろうというふうな場所をね、決めるということをやってほしいというふうに思います。例えばね、トイレを好きになろうというふうにね、する場合はですね、例えば、この幸運スマイチャンネルで提唱している1日10分掃除でですね、コツコツと綺麗にしていくということをしていただいて、そしてですね、その後、そのトイレの照明とかですね、あと置物とか香り付け、それをね、自分の好みに変えていこうと思って、徹底的にそこをね、好きになるように、これ一箇所でやると大変なんで、このまずトイレだけってなったら、トイレだけを一生懸命そういうふうにしてみると。そういうふうにするとですね、そのトイレにすごく愛情が湧いてくるんですよね。そうするとですね、家の中で一箇所ですね、好きなところができてくる感覚が湧けばですね、その感情がですね、今度は玄関周りを好きになりたいな、寝室を好きになりたいな、リビングを好きになりたいなっていうふうにして、そういう流れに乗りやすくなるんですよね。なので、まずですね、大きなところから行くと難しいので、小さな場所、トイレとか玄関とかどこでも構わないんですけども、集中してね、1日10分掃除で綺麗にしながらですね、好きになる場所をね、ぜひね、作ってみてください。好きになると本当にその感情が湧いてくると、どんどん家のことを好きになりたいというふうに変わっていきます。ぜひね、やってみてください。
そしてその時その3はですね、香りと音楽で家を満たしてあげるっていうふうにね、やってほしいというふうに思います。まずですね、家の中の匂い、香りっていうのは住んでいるとほとんどわからなくなるんですけども、例えばね、家が好きじゃない場合っていうのはほとんどの場合ですね、家の中が匂いするっていうことがあるんですよね。これ住んでる人たちがわからないんですけど、家が好きじゃないっていう人の家に、ある人が訪れるとすごく嫌な匂いがするっていうふうに感じる人結構多いんですよね。それね、住んでる人たちはもう感覚麻痺してわからなくなってるんですけども、ここでね、しっかりとやりたいのは、家が嫌いな場合はですね、匂いがしてる可能性がある。そうするとね、その匂いの元がね、どこにあるかっていうのをいろいろね、リサーチしながら、それをね、しっかりと断つと。匂いの元を断つ。例えばですね、部屋のカーテンとかが結構匂いしているっていうこととか、布類とかが匂いするっていうこと結構あるんですよね。そしてね、例えばカーテンをね、洗濯するだけでも随分とね、部屋の香り変わってきたりするので、例えばそういうふうにして匂いのもとを立つ、しっかりと、立ちながらですね、今度はね、いい香り付けをしてほしいというふうに思います。そしてね、匂いを立つときにはですね、ホワイトセージなんかが元の匂いのエネルギーをね、リセットしてくれる効果もあるんでですね、枝付きの葉っぱで売っているホワイトセージを買って火をつけて消した後ね、煙がもくもく出ますから、それをね、部屋の中をいぶしてこなしてね、回っていぶしてもらうといいというふうに思います。ぜひね、やってみてください。そしてそれをやった後にですね、お香とかアロマでお気に入りの香りをね、定着させるというふうにして、自分が好きな香りにね、どんどん部屋をね、変えていってあげると、そういうふうにね、やってみてください。そしてそれをやりながらね、音楽ですよね。この音楽もね、すごく脳にいいんですけども、私のおすすめは、クラシックとかヒーリングミュージック、これらをですね、ずっと BGM 代わりにかけておくっていうのは、とってもいいんじゃないかなというふうに思います。特にクラシックっていうのはですね、脳をね、すごく豊かに、快な状態にしてくれて、そして思考するときにすごく邪魔にならずに、集中力を高めてくれる。これ有名な話ですけども、モーツァルトなんかはね、とってもいいというふうに言われております。そしてね、それ以外にも、例えば私なんかはね、やってるんですけど、夜になるとですね、ジャズをかけたりとかするんですよね。でこのね、ジャズとかを夜かけると、なんか心がなんかワクワクしてくるみたいな感じで、食事とかね、その後ちょっと飲むお酒なんかもね、すごく楽しくなったりとかね、家族でも会話弾むって何でしょうかね、弾むですよね。はい、ということでね、噛み噛みながら、やっておりますけども、弾むというふうに思いますので、ぜひね、やってみてくださいね。それではその次はその4いきましょう。その4はですね、前向きな動機を組み込むって話をしたいんですよね。というのもですね、家を好きになるために、すごい大切な要素がですね、その家に住む前向きな動機を、見つけ出すことなんですよね。さっきはね、トイレを好きになるみたいな形で家の中の部分を好きになるって話をしたんですけども、その家自体に住むことに対して前向き大きな動機がないとですね、長続きしないところがあるんです。なのでね、そういった意味で言うと、なんであなたはその家に住んでるんですかって言われた時に、前向きな動機がね、1個でもあると随分違うと思ってください。例えばですね、前向きな動機じゃない例でいくと、会社に近いから選んだだけの家だみたいな感じで住んでいたらですね、家のことを好きになるっていうのは難しいんですよね。それに対してですね、例えばこういう動機に対して前向きな動機に変えるってことができるんですけど、具体的に言うとね、こんな感じです。通勤時間を短縮して自由な時間をね、増やすことができる家、それがですね、会社から近い家のですね、前向きポジティブな側面だったりするので、こういうふうにね、この家がですね、通勤時間を減らしてくれて自由な時間が作ってくれる素晴らしい家だみたいなイメージに書き換えていくことが、ポイントだというふうに思ってください。そういう思いの中で、プラストイレが好きとか、玄関が好きとかね、寝室が好きとかね、そんなふうにしてやっていくと、この両方が相まってどんどんいい形になってきます。とにかくですね、どんな些細なことでもいいので、前向きな動機を書き、一個でもね、最低限書き出して、なんでその家に住んでるんですかって言われた時に、前向きな動機をね、パチッと一個言えるようになっておくっていうのが、ポイントだというふうに思ってみてください。そして最後、その後でお伝えしたいのが、家に感謝の手紙を書いてみようという話なんですよね。というのもですね、どうでしょう、今まで家に手紙を書くっていうようなことやったことある人いるでしょうかね。これね、ぜひね、やってみていただけたらなと思うんですよね。家に対する感謝の手紙を書いて、実際ね、ポストインしてもらって、そしてね、また家にね、それが戻ってきて、そしてね、それをね、例えば家に対して、こんな手紙が来たよって言いながら家に対して読み上げていただくみたいな、そんな感じのことをしていただくとですね、結構普段感謝している気持ちがね、湧いてなかったのが、これブワーッと湧いてきたりするんですよね。
これね、ちょっとね、遊びだと思ってやっていただいても結構なので、よかったらね、家に対する感謝をね、手紙にして、ポストに入れて、そしてね、家の方にまた帰ってくるというような、ね、流れをぜひやってみてくださいね。ただね、こういう話をすると、矢野さん、そうは言っても私ね、家に感謝できることは一つもないんですっていう方がいるんですよね。でね、そういう方に私は言うのがですね、本当ですかと、1ミリでもいいので家に感謝できる部分ないですか。例えば、雨が降ったらしのげますよねって。寒い時には暖が取れますよねって、暑い時にはですね、涼しく過ごせますよねって話をすると、そうするとですね、確かに矢野さんが言う感じでいけば、家にね、感謝できるところは1ミリぐらいもあるかなって感じていただける方もいるんですよね。なので、ぜひね、そういう感じでもいいので、家に対する感謝の手紙、そういったこともね、よかったら書いてあげてみてください。ということで、最後にまとめをしておきましょう。一つ目はね、どれぐらい家が好きですかということで、家が好きっていうふうに思ってる人以外はですね、全員家が嫌いというゾーンに入ってますから、その辺をね、ぜひね、しっかりと落とし込んでやってみてください。そして二つ目はね、好きな部分を増やすコツということで、トイレをどうやれば好きになれるかっていう例をね、今回挙げましたけども、そんな感じでね、一つでもいいので好きな場所を作るっていうのがポイントです。そして三つ目はね、香りと音楽で家を満たす。これね、結構いいのでやってみてくださいね。そして4つ目はですね、これすごい大切な話で、前向きな動機を作る。前向きな動機がなかったら無理やりでもいいのでね、作ったりとか些細なことでもいいので、作ると。そうするとですね、例えばなんであなたはその家に住んでるんですかって言われた時に、前向きな動機がパシッと言えるとですね、それだけでも全然変わってくるんですよね。ぜひね、チャレンジしてください。そして最後、5つ目はですね、家に感謝の手紙を書く。これ本当ね、遊びだと思ってやってみてください。実際書いて、ポストに入れて、またね、郵便で戻ってきて、出てきたやつをもう一回ね、家に対して読んであげる。これね、結構ね、心がね、ほかほかするようになると思います。ぜひね、やってあげてみてください。ということでね、実践できそうなところは実践して、ぜひね、実感してみてくださいね。そしてお知らせです。このデンジャー防止グッズの動画がね、結構面白いって言われてるんですけども、私の腕があーって下がるのがですね、ここにあるデンジャー防止シールドをパソコンにパチッと置くと、腕がバチッとね、下がらなくなる。このデンジャー波のストレスがどれぐらいね、人の体に影響してるのかよくわかるっていう動画なんですけど、これ概要欄の上の方にリンク先あってですね、そこのところを押すとね、ですね、その先にこの動画ありますので、ぜひね、ご覧ください。そしてね、サブチャンネルの矢野慶三チャンネルと、もう一つね、妻の心理カウンセラーの矢野さとかと一緒にやっているハッピーハビリーチャンネル。これもね、概要欄の上の方にリンク先ありますので、ぜひね、チャンネル登録してみてください。そしてね、矢野慶三公式 LINE。こちらではですね、非公開動画のトイレで金運幸運をね、引き寄せる方法という動画をはじめ、残り4本の動画をプレゼントしております。これも概要欄の上の方にね、リンク先ありますので、そこからね、LINE で友達申請していただいたら、すぐにあなたの LINE にこの動画届いて見れますので、ぜひね、ご覧くださいね。そしてそれ以外にもね、各種 SNS いろいろ情報を発信しております。これはね、概要欄の下の方にリンク先ありますので、ぜひね、フォローをお願いいたします。それではですね、最後にご質問にお答えするコーナーです。よろしくお願いします。今回いただいた方はこちらですね。今日も熱い配信ありがとうございますということで、質問ですと。毎月教えてくださる、丸月の、心がけシリーズ。毎月ね、1回 お伝えしてるやつなんですけども、2024年も同じですかと。例えば今年の9月が健康に注意するだった場合、来年も再来年も9月の注意事項は健康でしょうかと。実はスタバでお気に入りのカレンダーを見つけたので、先に目標を書き込みたくてと。ぜひね、今年中に教えてください。よろしくお願いいたしますということですね。まずですね、毎年の9月は同じでは全然ないです。これね、全然違うんですよね。これね、2020年の4月から毎月のシリーズで、月に1回やってるので、よかったらそれをね、見ていただいたら全然違うことを言ってると思いますので、申し訳ないんですけども、毎年9月は同じとかですね、そういう形で、実は見てるんじゃないんですよね。はい。ということでね、このコーンスマイチャンネルでは、翌月の運気の話までしかしない形でやってるんですよね。もしね、それを先まで知りたい方はですね、年末あたりにですね、来年の1年間の全体の話と、来年のね、1月はどう、2月はどう、3月はどうっていう風なですね、やつをね、有料なんですけども、オンラインでやる予定です。またね、そういったことに興味がある方はですね、私の公式 LINE の方に登録いただいたら、その情報をね、お送りしますので、よかったらね、見てみてくださいね。よろしくお願いいたします。そしてね、もう一つピックアップコメントがあるんで、そっちも紹介しておきましょう。いただいたのはこちら。いつもためになる情報ありがとうございます。不調の時に薬使用作成や、
ホワイトセージを炊きますが家族に不評です。5番の香り、部屋の香りはそれぞれの好みがあるので満場一致は難しいですねってことで、香りをね、いい香りを家に導入するといいですよって話をしていたんですけども、これね、好きな香りがそれぞれ違うからって話なんだと思うんですけど、ここの中で気になるのがですね、ホワイトセージは確かに好き嫌いの匂いが多いんですけども、焼き塩はね、ほとんど匂いしないんでですね、その不評な理由は多分ね、香りじゃないと思うんですよね。なのでどちらかというと焼き塩を作るときにはですね、まあ料理を作っているかのようにふんふんふんと言いながらですね、他の周りの人にはあんまり気づかれなくてマイペースで作っていただいたら全然いいんじゃないかなというふうに思うんですよね。これね、本当に焼き塩でね、助けられたという人結構いるので、もしね、不調な時に焼き塩を、作ってですね、効果を感じるんでしたら、そんな感じでね、やっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひね、うまくやってみてください。はい、ということで今回の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵なになることを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。